やあ、お友達の皆さん、こんにちは。柔らか系 VTuber の草壁久と申します。はい、というわけで今回なんですけど、本日11月19日は、一昨日です。あの小林一茶さんがお亡くなりになられた日ということで、まあ、同じ一茶を関するものとしてですね、やはりここは弔わないわけにはいきませんので、本日は徘徊の旅に出て一句読みたいと思います。それでは早速、どうぞー。自動鉛筆削りで削った鉛筆の削りカスを鰹節2本の少し混ぜる活動をしています。ララ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 。一句できました。俺の行く末密かに暗示する一歯に。ダパンプじゃねえか。しかも一茶のパートじゃねえじゃねえか。やばいじゃねえ。